2024年度入学願書の書き方について、出願区分を決めよう。エアーの出願区分は全部で6区分あります。1 AO 一般入試、2 AO 指定校推薦入試、3 AO 特待生入試、4 AO 併願特待生入試、5 特待生入試、6 一般入試、以上の6区分があります。それぞれメリットが違うので自分に合うものを選びましょう。出願区分ごとのメリットについて、1 AO 一般入試。メリットは入学選考料2万円の免除と書類審査のみの入試で当日の来校が不要の2点になります。2 AO 指定校推薦入試。メリットは AO 一般入試のメリットに加え、入学金7万円の免除が加わります。ただし指定校推薦枠のある高校に通っていて条件を満たしている方のみが出願できます。3 AO 特待生入試、4 AO 併願特待生入試。メリットは入学選考料2万円免除に加え、特待生面接を実施し合格の等級に応じた学費の免除の2点になります。合格等級に関してはホームページまたは募集要項をご確認ください。5特待生入試、6一般入試。メリットは AO エントリーなどの事前準備が不要な点と特待生のみ合格等級に応じた学費の免除があります。以上がそれぞれの入試とそのメリットになります。出願区分を決めて書類の準備に取り掛かりましょう。提出する書類について、提出する書類ですが入試区分や希望性のものがあり人によって異なりますので順に説明していきます。募集要項の7、8ページに必要な書類の一覧が記載してあります。まず全入試必須の書類は入学願書、出願登録票、受験票、仮学生証、高等学校調査書、もしくは高卒認定試験合格書の5点になります。まずは入学願書です。募集要項14、15ページにございます。表面には志望学科、出願区分、併願受験者記載欄、その他申し込み記載欄、生年月日、住所、名前、学歴を記入してください。続いて裏面は志望動機を記入していただきます。エアーに入学しようと思ったきっかけや将来像を具体的に書いてください。 AO エントリーシートを書いた方はその内容を精査してみると良いです。最後に記入した事項が間違っていないことを確認し、誓約書に日付と名前を記入してください。続いて出願登録票、受験票、仮学生証について募集要項の16ページにございます。手順について説明いたします。 1 それぞれ黒い一枠の中を記入してください。なお受験番号は記入しないでください。 2 個人票と出願登録票に顔写真を塗り付けしてください。 3 受験票の裏に自分の郵便番号、住所、名前を記入し63円切手を貼ってください。 4 最後に切り取り線に合わせ切り取ってください。高等学校調査書、高卒認定試験合格証について、この書類に関してはエアーではなく通っている高等学校に申請をしてください。高卒認定試験合格証についてはインターネットから申請用紙をダウンロードし申請してください。 AO 入試認定書について提出が必要な区分は以下の入試になります。 AO 面談終了後から10日以内に郵送させていただいている書類です。願書の書類とともに封筒に入れて郵送してください。指定校推薦書について、こちらは AO 指定校推薦入試で出願の方が必要になります。通っている学校に指定校推薦書をもらい、他の提出書類同様封筒に入れ郵送してください。高等学校卒業証明書、大学、短大、
専門学校の卒業証明書について、提出が必要な入試区分は以下の通りです。こちらの書類は高等学校もしくは大学、短大、専門学校を既卒の方のみ提出をしていただきます。NSG カレッジリーグ学生寮、アパート紹介申し込み書について、募集要項の16ページにございます。こちらは学生寮を希望している方、提携の不動産会社からアパート紹介を受けたい方に提出していただく書類になります。ご自身の情報をご記入の上、ご希望している寮もしくはアパートにチェックをして他の書類とともに郵送してください。 NSG カレッジリーグ無利子奨学生申し込み書について募集要項の18ページにございます。こちらも希望者のみが提出する書類になります。希望する方は必要事項を記入の上、最後に奨学金を希望する理由をお書きいただき郵送してください。最後に募集要項最後のページに水色の封筒が入っていますので、必要な書類を入れ郵便局に行き簡易書き留めで送ってください。書類がエアに到着した日から一番近い入試日で選考いたします。受験票を返送いたしますので詳細をご確認ください。栄養特待生入試で出願された場合、当日特待生面接があります。日付と時間も合わせて確認してください。ご不明な点やわからないことがあればお気軽にエア公式 LINE または電話でお聞きください。